本当に日本と中国が戦ったのを経験した人たち、この人たちが私たちに伝えたかったのは何か、それが日中共同声明、日中平和条約にはっきり書いてあるんです。それは日本と中国は二度と戦争をしてはいけない、日本と中国は平和で友好的な関係を作らなければいけない、まあ、アジアはね、とにかくやれることをやって、そして何回もやれることをやってお互いにやれば相手を信用し始めるでしょ。やれることをやってあげたら、あ、なんだ日本はこれもやってくれたのか、 あれもやってくれたのか、そうそう、両国政府同士の信頼関係がそこで始まるんですね。アジア風に始めたらいいっていうのが私の意見なんです。今正しいと思ってる、今自分たちの利益だと思って、それは短期的な利益であって、必ず長期的な広い視野に立ったりって考えれば別の選択肢があると、そういうふうにして考えれば日本と中国の間にはですね、共通の利益はたくさんあるというふうに思います。日本と中国との関係の日本にとっての重要性、昔よりも大きくなってるんですよ。それは中国が経済的に大きくなったし、軍事的に大きくなったし、政治的にも大きな存在になったということは、日本と中国の関係がもうさらに重要になってるわけですね。中国のに親近感を持ってもらえるような、そういうものをもっとその日本社会に入れなければいけないんですけども、そういうことをすれば日本人が中国人を今ほど嫌いになるんじゃなく、もっともっと中国を好きな人っていうのは増えると思いますが、それはやっぱり接触しないしてないということなんですね。ですから国民同士の接触が始まればまた状況は変わると私はもう確信してますけれども、しかし今を取ればね、そういうことで中国に対するイメージは良くない、にもかかわらず大多数の日本人は中国と安定した協力関係を作らなきゃいけないと思ってると。私はね、これからの日中交流は、その特に若者の世代がどんどん中心となって交流を進めていけば、もうこれまでの交流とはもう次元を異にしたね、もっと緊密な交流がね、始まることができるというふうに思います。やらなきゃいけないのは、そのチャンスを与える。出会うチャンスを与える。与えれば、私たちが心配しなくても若い人たちは付き合っていきます。と私はそう思います。若い世代はますます相互理解を上手にやれるようになっていると、そういうことからするとね、これから50年後私の孫かひ孫の孫時代か知りませんがなんで50年前に私のおじいちゃんひいおじいちゃんたちは日中関係の将来を心配したんだろう、今こんなに仲良くやってるよと、我々は協力し合ってるし、お互いに友人はいるし、そういう日中関係に、ね、なってるかもしれませんね、50年後は。だからまあね、今とにかく今抱えてる問題は一生懸命になって大きな問題にならないようにする。そしてもう問題はどんどん小さくする。協力できるところはどんどん大きくする。国民同士どんどん交流して相互理解を深める、そういう流れを作っていけば50年後にね、なんだか50年前の人はなんで心配してたんだと、そういう日中関係になるんだろうと思います。